ではプライジンググラティチュード、すいません英語の読みが分かんないですが、はい、重視するのは感謝ですと、うん、他のタイプよりもガーディアンは、他者が自分たちガーディアンが行ったことに感謝してくれる度合いで評価されていると感じます。感謝を受けると評価されてるって感じるってことですね、はいはい、他者が彼らの奉仕を当たり前に受け入れ感謝の意を表さないことは彼らにとって耐え難いものですが決して不満は言いません。実際感謝を受けるに値する人はガーディアン以外にはいません。彼らの守護は誠実で惜しまないものであり任務への注意は絶え間ないものですと。しかし他のタイプより早く子どもの立場から親の立場に移行し親の責任が感謝を受ける権利よりも重要であると考えるため彼らは親としての責任が感謝を受ける権威をはるかに上回ると想像します。彼らの任務への注意は自然な結果をもたらします。彼らは他者を助けしばしば感謝されない仕事掃除洗濯仕事記録の保持そして他の日常的で負担の多いが通常重要な物流に関する仕事を行います。昔のガソリンやオイルをチェックする人がいない場合壮大な2週間の家族旅行がどうなるか想像してください。これは重要な仕事ですがその性質上他者にはほとんど目立たないものです。その結果ガーディアンはほぼ確実に自分が行ったことに対して感謝されないかもしれません。実際これらの仕事は行われていない場合にのみ気づかれるかもしれません。最終的にはガーディアンは憤りを持って抗議する可能性があり彼らの長時間かつ一生懸命な努力が認識されていないことに不満を抱くでしょう。こんなにやったのにこれが私の受ける感謝かと。そして彼らが助ける相手があまりに滅多に感謝の意を示さないのは彼らが抗議する理由であると言えるでしょう。ちょっとなんか訳が変ですいません、はい、要はあまりにも感謝されないと、はい、起こる可能性があるって話ですね、はい、まあ、人のため組織のために身を粉にして働いてる人たちですよね、はい、なのでまあ感謝の気持ちが欲しいんじゃないですか、まあ、所属とか居場所みたいな話なので、はい、感謝されないとそこが揺らいでる感じもしますしね。居場所が居場所を作るために信頼されるために一生懸命やってるのに感謝されないと居場所がなくなるみたいな恐怖もあったりするんじゃないですか。感謝するだけじゃないですか、はい、そんなみんな嫌わずに、はい、感謝しましょうって、はい、思いましたが、やってくれるのがありがた迷惑みたいなことを言うじゃないですか NT の人たちこら、はい、はい、では最後ですね。アスプリング・ビー・アン・エグゼクティブ、死亡するのは経営者だと、うん、多くのガーディアンの最も高い願望の一つは重要で尊敬される機関の優れたトップになることですと。仕切ること、物事を統括すること、業務を指揮すること、権力の指揮権を握ること、一言で言えばエグゼクティブになることはガーディアンたちの権威行使に対する正当な感覚に強く訴えてきますと。これがまだ存在する場合には王室の多くの SJ の心に特別な場所を持つよう思われるかもしれません。訳が変だったらすいません。特に一般の人に親しみやすい王室の一員、例えば人々のプリンセスとして親しまれた不運なプリンセスダイアナことレディ・ダイアナ・スペンサーの存在がそうですと。ただし機関が王室であるかそれよりも控えめなものであるか、例えば企業、学校、教室、軍隊、地域社会などなど、ガーディアンたちはその指導者、最高責任者、取締役会の議長、指揮官、監督者、
委員、執政、または大統領になることを夢見ます。実際にアメリカ合衆国の41人の大統領のうち約半数がガーディアンであり、彼らがその職務に対する態度はジミー・カーターの言葉で要約されています。アメリカ大統領は国家の運命の管理者である。興味深いことに、ウィリアム・ハワード・タフトは大統領職よりもむしろ最高裁判所への任命を切望していました。大統領に選ばれましたが、彼は最高裁判所の首席判事になるまで本当に満足はしていませんでした。最高裁判所の長として国家の法的階層を統括し、それによってガーディアンにとって最も尊敬されるエグゼクティブの地位を達成したのですと。上には行きたいと思ってるんじゃないですかね。はい。だってやりたいようにやれるんですよ。まあ、あ、多分意味が違うんじゃないですか。組織ですもんね、この人たち。 あと僕、大統領と最高裁の判事だったら絶対に大統領ですもんね。はい、はい、目立つから。はい、やっぱ SG は現実的な感じはしますね。うん、まあ現実的な組織のトップみたいなところですもんね。で、現実的にどんなことをやって、はい、自分をいかに守るか。うん、夢は見ないですもんね、空想とか。空想、うん、この魔法使いとかありえないですもんね。まあ、この魔法使いは、はい、科学による魔法使いですよね。多分そうです。はい、うん、もう今成し得てないことをしようみたいなところじゃないですか。そこにたどり着こうみたいな、はい、エンティティ的には、はい、そういうことよりもなんか現実的に今の組織のトップになるみたいな、上の地位を手に入れるみたいな、そんな感じはしますよね。ああ、いや僕はじゃあごめん、 ESFJ じゃない。はい、はい、分かんないけど、まあ、誰からもなんか尊敬される人みたいな感じじゃないですか。 NF アイディアリスト。強さの象徴の SJ ですなと。二戸兵は強さにロマンスとか甘美なものを感じてそうな NF っぽさもあると。はい、結局愛じゃんに収まりますからね。バカっぽいですけどね。まあでもそういった本気に思ってるわけじゃないですか。みんな本当に愛を持って接していればみたいな、規則なんかいらないしみたいな、うん、はい、そんな効率求めなくてもいいしみたいな。あ、効率は本当に、はい、すいません、はい、多分今この見てくださっているの中で SJ の方はいないんでしょうけど、はい、まあ、僕が多分一番この中では、はい、今見てくださっている27人の中では SJ っぽいなとは思ってるんですけど、はい、それでもやっぱりこの厳しさはありましたね。うん、SJ の、うん、はい、というところで、ごきげんよう。ごきげんよう。今日もありがとうございました。はい。